返す。ふわりと浮かせてヘッドでクリア。右から回ったり、ここは波状攻撃仕掛けたいところでしたが、もう一度カーブに預けます。右サイド深い位置切り込んでいく、突破する。しかしここで入れ替わる。クリアをしました。押しています。パッチング、クリアをします。マルティネスが走っていく。大きく仕掛けていく。クリアをしています。早いですね、マルティネス選手は。やはりこのストライカーではありますが、はい、センスっていうのはね、感じられました。まあ、柔らかさもありますね。ペナルティエリア内、ふわっと浮かせて中入り、ただもういく。これは枠内に飛んでいました。レッツ決定的なシュート、ボリアキ。シュート性のボールも特にゴールキーパーは非常に難しい、そんな対応を強いられます。ここはじっくりと時間をかけているサンフレッチェ。さあどうする、フェリペシューバーが行く。壁に当たっています。吉野がバックアップ。大きく右サイドへのフィードをしますが、ちょっと長かった。